こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、そもそもレトスってどういった意味があるのか、これについてちょっとお伝えできればなと思っております。まあ、レトスっていうのは弊社の屋号なんですけれども、Lead to Success の頭文字を取って、レトスと言います。で、この Lead to Success の意味は、合格に導くという意味です。合格に導く。つまり、弊社レトスっていうのは、この合格に導く、宅建合格に導くことを使命としてやっている会社なんですね。他の通信講座さんや、学校だったりとか、また予備校とかですね、に多いのが、受講したはいいけれども、その後のサポートが薄い。まあ、こういった場合が非常に多いんですね。宅建合格するためには、きちんと計画を立てて、毎日コツコツ勉強を続けるということが必要になってきます。もちろん学校であれば、学校行ってる時は勉強はしますよね。授業を聞くわけだから勉強はする。でも、帰った後、もっと言うと、講義がない日、この日にどれだけ勉強できるかが重要なんですよ。実際講義で話してる内容っていうのはテキストとかに載ってるはずなんですね。なので、たとえ講義を聞かなかったとしても、テキストだったり過去問集をやって、またわからないところを自分で調べてっていうことができれば、宅建合格は可能です。予備校に通って予備校の授業を聞いただけでは、絶対に合格はできません。その後自分自身で復習したりとか、またちゃんと計画も立てないといけないわけですよね。授業通り進んでいったら合格できるかっていうと、なかなか難しいんですよ。例えば4月から受講して、権利関係、宅建業法、税その他が終わるのが9月だったと仮定すると、試験日まで残り1ヶ月しかないわけですよね。その中でじゃあもう一回権利関係復習するっていうもう時間はないわけですよ。講義が終わる頃には、ほぼほぼ過去問8割ぐらい解けるようにしておかないと、なかなかその後予想模試をやって実力確認をしたりとか、そういう時間に当てられないんですよね。弱点を克服する時間がないわけなんですよ。そういったところも自分自身で計画を立てていかないと、なかなかやっぱり合格するのは難しいです。で、通信講座もやはり似てます。通信講座においても自分自身でちゃんと計画管理をしていかなかったら、試験間際になって間に合わないってなっちゃうんですよ。つまり計画を立てて、ちゃんと毎日コツコツ勉強を続けるってことをやっていかないといけないんですね。これは予備校の学生さんもそうだし、通信講座の学生さんもそうだし、またこれは独学の方もそうです。ちゃんと現状を確認して、現状これぐらいに実力がある。で、合格ラインはここ。ここまで持っていくための計画を立てて、自分自身でテキスト、過去問集、および専門書だったりとか、ネットで専門的なことを解説している人のサイトだったりとか、まあそういったところで調べながら、ちゃんと学習をして、合格まで持っていくってことをやっていかないといけないわけですね。そのためには、やはり毎日勉強をコツ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 積み重ねていくっていう必要があるんですよ。ただ、先ほども言った通り、予備校生もそうだし、通信講座の方、また独学の方も、ここに書いてある図の通り、現状があって、勉強してちょっとは実力上がる。でも、ちょっと勉強しなくなってまた下がる。また勉強して上がる。また勉強ちょっとやめて下がる。みたいな感じで、ずっと実力が上がらないまま停滞する。こういった場合非常に多いんですね。またやったとしても、徐々にしか上がらなくて、結局合格ラインまで行きませんでしたとか、こういうこともあるんですね。ちゃんと合格レベルと現状のレベルっていうものを見て、その間を埋めるための勉強量だったりとか、勉強の質、これを担保して学習を行っていかないといけないんですね。で、それを行っているのが弊社レトスです。そのためには積極的にこちらからサポートをする。例えば弊社の個別指導の場合だったら、週に1回勉強できているかの確認をするんですね。で、勉強ができていればいいですけども、勉強ができていなかったら、じゃあどうやって勉強時間を作っていくのか、そういったところを提案したりとか、またそもそもこの勉強ができていない原因を聞いて、じゃあその原因に対して対応するには、まあこういった方法ありますね、ああいった方法ありますね。これまでいろんなお悩み受けてきました。例えばパワハラを受けていて勉強に集中できない。あと勤務時間がすごく長い。まあつまりブラック企業ですね。ブラック企業に勤めていて仕事の拘束時間が長すぎて勉強時間が作れない。あと夫婦関係が悪くて勉強に集中できない。お子様がいらっしゃる方だと、お子様が不登校でお子様のことが気になって勉強できない。そういったプライベートのお悩みとかもやはりよく聞くんですね。でもこれっていうのは勉強を続ける上ではやはりすごく重要な課題になってくるんですよ。そこを乗り越えて勉強を行うっていう方向に向かっていかないと、やはり合格はできないんですよね。なので弊社はそういった相談とかも受けております。
もちろん中には私自身では解決できない、もう話を聞くだけしかできないこともやっぱあるんですね。それでも私としては受講していただいたからには合格していただきたいので、できる限り、こうした方がいいんじゃないのか、ああした方がいいんじゃないのか、そういったご提案はさせていただいております。私自身そういったことまでやっぱやらないと合格に導くっていうのは難しいんですよね。もちろん、宅建合格するためのノウハウっていうのはあります。例えばこの問題についてはこういった考え方をしましょうだったりとか、この法律ができた理由っていうのはこういった理由があるんですよとか、このルールの具体例はこんなもんですよ。もちろんこういったものは教材に載せてたりとか、また質問があった時に解説をしたりとかして対応してます。こういった内容も予備校とか通信講座さんあまり載せてないんですね。ポイントを載せているけれども、具体例とか考え方とか理由付けとか、そういったところまで解説に記載してるってことはあまりないんですけれども、弊社はそこまで解説しています。でもそれっていうのは勉強していただいて初めて意味があるわけなんですよ。勉強ができていなかったらやはり合格って難しいんですよね。実際にやはり勉強するっていう行為を行っていただく、そして続けていただく、これができないとやっぱ合格するのは難しいので、弊社はそこまでサポートを行っております。このように受講していただいた受講者さんについては絶対に合格していただきたい、そういった思いを込めてレトスという名前を付けております。なのでもしあなたが宅建の勉強で悩んでいる、勉強の仕方がわからない、勉強時間どうやって作っていったらいいかわからない、そういったご相談があればぜひお気軽にご相談いただければと思います。こういった勉強の仕方とか勉強時間の作り方については無料でアドバイスさせていただいておりますので、もしお悩みがある方はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひメールいただければと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。